こんばんは。配信最前で見てたよ。ありがとうございます。そうだね、今日は配信もあったんでありがとうございました。昨日と今日とすごい皆さんとね距離が縮まった2日間だったなと思いましたね。すごいさ、やっぱグループお話し会だと私のファンの方じゃない方ともさお話しするわけじゃないですか。だからさ意外とこう、あ、皆さん私のこと知ってくれてるんだっていうのもすごい今日思ったし、そう、いや意外と知ってくれてて、そう、なんかちょっとそう嬉しかったですね。でもそれはこんばんは。お疲れ様。ありがとうございました。そうだよ、今日のグループお話し会はみちゅさんと、あとは3期生のいちごちゃんと一緒の連でした。3人でみちゅさんと同じ連。いやーなんか不思議ですよね、本当に改めて思うんですけど、なんかみちゅさんと同じ側に立ってファンの方とお話ししてるっていう、なんか普通私がそっちのファンの方側のよう、普通はそうじゃん、だって普通はそうじゃんっていうか普通は向こう側だったのに、なんか同じ私がみちゅさんと同じ側に立って一緒に皆さんとお話ししてるっていうのがすごく不思議な気分で、なんかそれを言ったらもう普通にスタジオ公演とかでも2人で一緒にねユニットをさせていただいたりもしてるんで、なんかそれもなんかすごく不思議ではあるんですけど、なんかねすごく嬉しい、な不思議でしたね本当に。あとは3期生のいちごちゃん。いちごちゃんって名前可愛くない？いちごちゃんだよ。いちごちゃんと一緒の連でした。なんかいちごちゃんはね、なんかそう今日本当に初めてちょっとお話ししたんですけど、もっと仲良くなりたいですね。やっぱ3期生のみんなとも、なんか私の勝手な想像なんですけど、言うの本当に違ったらちょっと申し訳ないんですけど、いちごちゃんはちょっと私と同じちょっとなんか感じる、同じようなちょっとそう人見知りなんじゃないかなってちょっと思って、いちごちゃんも結構人見知りするタイプだな子なのかなって思って、いやちょっとこれは私と気が合うんじゃないかなって勝手に私が勝手に思っちゃっただけなんですけど、いやどうなんだろう、ちゃんとまだお話ししてないから本当にどういう子かっていうのがまだわからないんですけど、そうでもなんか人見知りみたいなことを言ってたんですよ。だからそう、いやこれはもしかして私と合うんじゃないかなって、人見知り同士だったらね合うんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですけど、どうなんだろう。あ、背高かったかもしれない、私より。いや背高かったね、びっくりした。
いや背高いなと思ってたんですけど、いやまさか、え私より多分高かったと思う。なんかちょっと不思議ちゃんオーラを感じました。そうだからちょっと不思議ちゃんなのかどうなんだろう、ちょっとこれをきっかけに、でもきっかけがやっぱあった方が話しかけやすいから、これからちょっと話かけに行けたらいいなと思います。やっぱ何かしらのやっぱきっかけがね、ないこの話すそのタイミングとかがさないからさ、一回そういうことがあったことによってちょっと話しやすいかなって思いました。年数高かったね、想像の20倍くらい話しやすかった。嘘、嬉しい。いやでもそうですか、いや私ね、いやだからそうなの、え私意外と本当に1対1とかの方が話が弾むっていうか話せるんですよね。でもそれなら良かったです。結構みちゅさんのファンの方とかすごいね、私にパンネタをやってっていう依頼が結構多くて恥ずかしかった。166センチ、166だったら私と 4センチとか、でも4センチってちょっとよね、でもめっちゃ背高く感じたんだよな。ちょっと仲良くなってきたらいいなって思いますね。今日はグループお話し会の時に無言で終わってしまい申し訳ない。いやいや、こちらこそすいませんでした。逆になんかね難しいよねあれ、なんかさすごいねグループお話し会って時間が短かったから、ファンの方の話を話すかなとかそういう風に思ってこう聞いてたら、そう話さず無言で終わっちゃうってなるパターンが結構あったから、結構ねどっちが話すかによるんですよね。あれ全身紫色だったものって、あだよな、わかります、そうかなって思った。そう譲り合う感じでね、それはちょっと確かにそれはありますけど、でも全然それも私はリアルのお話し会のまあ良さですね。それも良さです。何事もやっぱポジティブにね。そうちょっとねなかなかこう話せなかった、自分のねその思うように話せなかったなーって方とか、もしかしたら次回がねあるかもしれないですから、次回お話が来てくれてもいいですよ、私のとこに来てくれてもいいですし次回もまだありますからね。私のところに話しに来てもいただけたらそれは嬉しいですし、リベンジ。
こんばんは。リベンジカモン、リベンジカモンです。次はそう大阪ですね。また行きます。 ありがとうございます。また来て、ぜひ。ちょっと本当に、いやでも嬉しかったな。いや嬉しいね。みちさんがパンちゃんの歌声がいいのよって言ってた。嬉しい。そう、みちさん、私、そう、歌声褒めてくれるんだよね。めちゃめちゃ嬉しいです、本当に。そんなみちさんと一緒にさ、スタジオ公演であの歌えてるってすごいよね。冷静に考えて、すごすぎる。スカカンありがとう。おっと、まあ、なんかまた画面が暗くなってきて、炎上さん、田辺っちさん、ダークネスさん、クロポンさん、まことくん、えいひろさん、かずいさん、すむさん、やすべさん、ありがとうございます。でも私逆にみちさんの歌声めっちゃ好きなんです。てかもうさ、本当にスタジオメンバーは本当に歌が上手い方が多く、あのもう歌うまい方ばかりで、帰宅しました。パンちゃん、すがくん、お疲れ様、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。こちらこそ、もう本当に楽しかった。トゥ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 、うん、あとはね、ツアーも決まりましたね、全国ツアー。わー、全国、あれどこだったっけな、福岡行くのは見えたんだけど、なんかちゃんとその今日程を把握できてなくて、福岡は行くんだと思って、あのなんかさ、多分今回の全国ツアーで前は研究生の時だったから、研究生と先輩と別れてたんですけど、今回は多分ね、ガチャガチャってなるから、先輩と一緒に、だから多分全員出れるってわけじゃないと思うんですけど、だからそうですね、まあどの日程に出るかとかまだ全然決まってないと思うんですけど、ちょっとこれからって感じですね。これからどうなるかなって感じです。こんばんは。パッパッパッ、あ、東京と大阪全員で、え、東京と大阪全員なの？なるほど。そっかそっか。ちょっとすごいね。あれなんて、あのライブの DVD とかよくない？そういうの出たら。私さ、HKT さんの九州7県ツアー
の DVD を持ってたんですけど、あれ本当にずっと見てたんですよ。あの大好きで、あの DVD が本当にめっちゃ見てた。あれ持ってる方いますか？ HKT さんの九州七県ツアーの DVD。 あれはこんばんは、めちゃめちゃ大好きで何回も何回も見まくった DVD です。確か1曲目がモーニング娘。さんの「ザ・ピース」っていう曲だった。九州七県ツアー、そんな感じで STU48 全国ツアーみたいな DVD とかまださ始まってもないのに DVD の話をするってよ。こんばんは。映画館で見たの覚えてる。映画館同時生中継みたいな感じですかね。あーいいな。あのあれか、ライブビューイングライブビューイング。おー楽しそう。いいね。あー目がちょっと開かなくなってきた。今日めっちゃ面白かったんですよ本当に。今日帰りのバスの中で、あのねリネちゃんと隣に座ってたんですけど、なんかそう帰り帰る時にバスの中乗って、そうでちょっとまあバスが動かないで待機してたんですね。 その間にあのほんとちょっとの時間なんですけど、もうリネちゃん速攻で寝てたんですよ。バス乗って速攻で寝てたんだけど、そうその止まってる間にカッて起きていきなりリネちゃんがカッて起きて、そうであのめっちゃ静かなんですよバスの中。メンバーみんな乗ってたんだけど、結構みんなもうなんか疲れ果ててて結構静かだったんですけど、姉ちゃんがカッて起きて、あー怖かったって、螺旋階段から落ちる夢みたいな、死ぬかと思ったってめっちゃ大きい声であ、すっごい静か、あのバスの中で姉ちゃんがあー死ぬかと思ったってめっちゃ大きい声でいきなり隣で叫び出して、めっちゃみんな笑ってためっちゃ面白かった本当に。そうなんかリネちゃんは夢見るの早いよね、あの短時間で。そうリネちゃんはね、私にその言ってるつもりだったらしいんですよ。その螺旋階段から落ちる夢見たよって、それあの音量が大きすぎて、声が大きすぎてめっちゃバス中にそれ響き渡っててそうめっちゃみんな笑ってた本当にそう
面白すぎる本当に。お話し会で全力出し切ったんかな。いやそうです、そうなんですかね、多分そうなんでしょうね。めっちゃ面白かった本当に。もう思い出し笑いしちゃう本当に、面白すぎて。お姉ちゃんはもう本当にもうやばいです、本当にやばいです。もう私もなんかもうりねちゃんと一緒にいたらもう本当に本当に元気が湧いてくる。今日もなんか一人でスパイごっこみたいなしてて、こうやってなんかちょっとなんかこうやってずっとなんか忍び足で、そう一人でスパイごっこしたんですよ、りねちゃんが。したらめちゃめちゃあの衣装さんとかに、衣装さんとかマネージャーさんとかマイキューさんとかにすごいすごいあのびっくりされてた。え、どうしたのみたいな顔で見られてた。面白すぎる本当に。こんばんは。2日間お疲れ顔ですね。疲れてないですよ。こんばんは。なんか今日あの寝坊しかけたんですよ。今日危なかった。でもなんかあのあんまりその寝るこあの昨日どれくらいだったかな、結局多分寝たのがあの睡眠時間が昨日3時間ぐらいだったんですよ。だからでは起きれるかなって思いつつ、そうあのアラームセットした時間にそう起きれなくて、そうちょっとあのまま寝てたら大遅刻してました。アラーム多分消しちゃったんだろうね自分で。でももう大丈夫、終わったから、もう終わったから大丈夫。今日はですねちょっと前髪がうまくいかなかった日だったんですね。昨日は結構いい感じだったんだけどな、今日はあんまりあのうまくいきませんでした前髪が。ちょっと悲しいな。まあでもまあでもねしょうがなかったんで、もうどうにもならなかったから、だってずーっとアイロンしてたけどどうにもならなかったんで本当にしょうがなかったです。だからそのライブの後にメイク直しとかあった時にめちゃめちゃあのアイロンやって、そしたらちょっとあんましになったんで、あのライブの時がダメだった、あの本当に全然うまくいかなかった。
なんか音が聞こえる気がする。なんか誰かの声みたいな音が聞こえた気がする今。誰かが低い声でずっと喋ってるような声が聞こえた。怖っ。耳鳴りかな。怖い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 。かな、やだ、うん、やだよ。りねちゃんの声じゃない。りねちゃんの声もっとでかいから、こんなんじゃないから。りねちゃんの声、りねちゃんの声はもう爆音だから。私のペンライトカラーだ。ライブ大音量聞いたから残像。ああそうなんですかね。残像どうなんだろう。そうあんまりないけど、そういうことは残像みたいな。ピンク？グリーン、ピンク、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 ピンクペーパー、グリーンペーパー、うー、ピンクペーパー、グリーンペーパー。皆さん眠たいですか？皆さん眠たいですか？眠たいですか？眠い？眠くない？私は眠い。今の眠気度は88% です。88%。あのね、てかここ2日間ぐらいこっちの目のね調子がおかしかったんだよね。でも今治った。
結構眠いやん。まあねまあね、充電しないとやばいやん。確かに充電しないと。実は寝てる？寝てない、寝てないよ、寝てないよ。これからお風呂ですか？ですね、これからお風呂です。なんか今、あ、あ、見える、ウインクできたこれできたよ、できてる？これでき、これができたに入りますか？やっぱ閉じちゃう、やっぱ閉じちゃう。こっちは絶対できないんです。めっちゃさ、 こっちにグイってなっちゃう。目にゴミが入った人。まだまだウィンクの道は遠いですね。俺はウィンク両目できるよ。え、両目できるの？すごい。両面できるの？すごい。急に眠気に襲われてきたよ。今ね、もうこの状態だったら、多分ね、3分ぐらい目つぶってたらもう寝れると思う。3分。3分目つぶってたらもう寝れます。あ、なんかこっちにした方が目がなんかパキッとなる。オレンジの光ってもしかして眠くなるのかな。こっちの方がなんか目がシャキッてなるもん。こんばんは。いやー、でも本当にありがとうございました。2日間なんか
本当に嬉しいですね。やっぱり本当に今私のことを応援してくれている皆さんのことを本当にもう大切にしたいなと改めて感じましたね。一人一人の皆さんのことを私のところに来てくれて私のことを好きで言ってくれている皆さんに本当に感謝だし、もうそんな皆さんの一人一人の皆さん本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。いやでも本当にそれはもう思いますね。いやなんか言葉で使えるのが難しいんですけど、でもそうですね。ありがとうございます。本当にこんなにねメンバーもたくさんいる中でやっぱ私のことを見てくれて、多分私のことをしてくれている皆さんは私の何かしらをこう好きになってくれてっていうでこう応援してくれていると思うんですけど、まずそうやって好きになってくれるっていうのは、そう私のことをまずはその見ててくれないとそりゃねその好きになるってことはないから、そう思ったらいや皆さんね本当にありがたいなってすごい思うんですよね。こんなに人数がいる中で、なので私も皆さんにもっと恩返しできるように頑張りたいなと改めて思いました。ですね。ありがとうございました。2日間。ちょっとまた皆さんからのね、本当に今回もらったパワーをまたちょっと蓄えたので、また頑張りたいと思いますので。よろしくお願いします。これからも。じゃあ終わります。和井さん、スムーさん、安部さん、広島子、プセリさん、ポムさん、リョタさん、ニャン吉さん、ユフさんありがとうございます。13位さよっちょさんありがとうございます。12位ギルスさんありがとうございます。11位ラブリー48さんありがとうございます。10位田辺さんありがとうございます。
給与金持ち先生ありがとうございます。ジユニさんありがとうございます。七位エレメンツさんありがとうございます。六位マツくんさんありがとうございます。五位ポムさんありがとうございます。四位誠くんありがとうございます。三位広島校パセリさんありがとうございます。二位安部屋さんありがとうございます。一位はタダベチさんありがとうございます。ありがとうありがとうマートありがとう。では皆さんまた明日からも頑張ろう。おうおうおう。ありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバーイ。